東野湖城は北海道イブリ総合振興局にある町。北海道中央南西部に位置しており、湖と山と海に囲まれている。東野湖やウス山など多くの観光資源があり、年間250万人以上の観光客が訪れる観光地になっている。2008年に第34回主要国首脳会議が開催され、2009年には町域のすべてとなる東野湖ウス山、 ジオパークが日本国内初の世界ジオパークに認定された。地勢は、幼亭山麓から東野湖を廃止内浦湾までの間に位置しており、東野湖周辺は、四骨東野国立公園になっている。地質は、主に新大幹以降の火山活動による、ローム層や安山岩などの火山岩、火山灰で形成されている。太平洋西部気候区に属しており、北海道内では、 最も温暖な地帯で、冬の降水量は少なく、気温もマイナス摂取10度以下になることは稀である。7月から8月は、夏型の気候となって、気温も上昇するが、季節風の関係で夏でも涼しい。東野古町の歴史参照姉妹都市有効都市有効庫、役場財政、平成25年度財政状況資料集、参照健全化判断比率、 資金不足比率国の基幹道の基幹警察消防病院電力コミュニティ放送、東野湖温泉街町内の農村風景主な産業、構成は農業、漁業、商工業、サービス業となっており、観光地であることから第三次産業が全体の70%を占めている。また、国や北海道と比較すると第一次産業の割合が高く、 東野地区では野菜をはじめとして、芋類、豆類、水筒などの生産や畜産が行われ、漁業では、内浦湾のホタテ貝の養殖やホタテ、ウニ、カレーの水産加工も行われている。立地企業、組合スーパーマーケット金融機関郵便局、宅配便東野駅、東野湖温泉バスターミナル配線となった、鉄道町内を通る、幹線道路は、シーニックバイオへの、 四骨東やニセコルートになっている。国指定道指定町指定温泉施設公園、散策路キャンプ場五十音順出身人物ゆかりの、ある人物東屋湖町民検証私たちは、美しい東屋湖、美濃良き大地、幸豊かな内浦湾に抱かれた東屋湖町の町民です。恵まれた環境と先人の偉業を受け継ぎ、東屋湖町民としての誇りを持ち、 豊かで美しく幸せな未来を築きます。平成19年7月1日制定宣言、行政産業観光、ありがとうございます。